CBC アナウンサーの吉岡直子です。7月29日 CBC ラジオ夏祭りで3年かけて大切に伸ばしたこの髪を断髪します。CBC アナウンサー吉岡さんです。はい、どうもこんばんは。 CBC アナウンサーの吉岡直子です。すごい人ですね。私実は今日ヘアドネーションをこの場でさせていただこうと思ってやってまいりました、はい、髪の毛を切って、うん、その髪の毛を医療用のカツラの材料にするために寄付をするという活動なんです、うん。私父を4年前に癌で亡くしまして、で最後がやっぱり抗がん剤の影響でちょっとね髪の毛が抜けてしまって、父はカツラを作るもうちょっと時間もなかったんですけど、やっぱり体がきついのに見た目も変わって精神的にも辛いっていうのは周りの人もね悲しいので、でなんとか私ができることないかなと思って髪の毛をこの3年間伸ばして、はい、今日このステージに立たせていただいております。はい、では早速よろしくお願いいたします。はい、このあたり、はい、構いません。お、ドキドキ、はい、早速お、今ドキッと入りました。実際お、綺麗に、はい、はい、まさに入りました。はい、はい、ありがとうございます。こんな切るところをお願いします。はい、よろしくお願いします。自分の髪が誰かの役に立ったと思うと嬉しいですね。